さあ、まもなく後半戦キックオフとなります。今度は前半戦と変わりまして、後半はトライスターズのキックオフにより試合再開となります。キックオフを務めますのはトライスターズ13番の中塚。アメリカンフットボール未経験ながら、そのキッキングの才能を買われて抜擢されましたルーキープレイヤーです。いよいよ後半戦の開始です。後半戦はオレンジのユニフォームトライスターズのキックオフ、ホワイトのユニフォーム三重ファイヤーバードのリターンで試合が再開されます。これは素晴らしいキックオフになりました。さあ、これをリターンできるか。三重粘りまして20ヤード地点でボールゲットとしました。キックオフのボールは外に出ますと反則となります。またエンドゾーンに入るとタッチバックなんですが、この絶妙のところコフィンコーナーに蹴り込みました。素晴らしいキックオフでした。しかし三重も素晴らしいリターンで20ヤード付近でボールゲットとし、この位置からの三重の攻撃としています。ホワイトのユニフォーム三重ファイヤーバード、三重自陣20ヤードからファーストダウン点。ファーストダウン点。さあ、まずランプレーを展開しようとしましたが、これはトライスターズディフェンスナイスです。ファイヤーバード、ラインバッカー34番伊橋を中心にランニングバックを押し返すほどの強烈なプレッシャーで1ヤードロストしました。ことなきを得ております。しかし2ヤード、1ヤード2ヤードほど後ろに下がっています。2ヤードのロス。ファイヤーバードセカンドダウン12、ボーロンは自陣18ヤードの地点となっています。クォーターバック9番ワイドレシーバー81番にパスを通し、約3ヤードのゲインとしました。ファイヤーバード81番ディフェンス集まりよく獲得距離は3ヤードです。パスを通しました。クォーターバック9番は日光北海道工業大学出身、取りましたワイドレシーバー81番はフル山形大学出身、共に地方学生出身のプレイヤーが、しかし X リーグで活躍しています。さあ、三重サーラウン9、ナイスダウン、ファースト。ランニバック25番、ここでハンドオフを受けて左オフタックルのパワープレー、ファーストダウンに一気に突破し、大きく前進、ファーストダウンを果たしました。鈴木翔選手の見事なランプレーを見ました。新たな攻撃権4回を獲得しています。攻撃権は引き続き三重ファイヤーバード自陣42ヤード北陸学生のプレーヤーここで活躍しています。三重ファイヤーバード自陣42ヤードからファーストアウト。再びナイスダウン、ファーストダウン。三重ここで同じく左のファーストダウンプレーを展開しました。ここを急所と見たか、ランニング枠一気に突破、セカンド横跳で攻撃権をさらに更新しました。キャリアがかりまして16番の白手、鳥取大学出身、関西ディビジョン3のプレイヤーです。攻撃権は引き続き三重ファイヤーバード敵陣に入りまして、敵陣44ヤード付近よりファーストダウン点。さあ、三重相手陣に入ります。相手陣チームタイムアウト、トライスターズ。ここでトライスターズ後半1回目のタイムアウトを取ります。ここでトライスターズに後半1回目のタイムアウトの要求がありました。
アメリカンフットボールは各チーム前半に3回後半に3回タイムアウトを要求することができます。パワープレーによって押されている状況を打開すべく今一旦ディフェンスの作戦タイムを取りました。ただフィールド内はトライスターズ後半1回目のタイムアウトです。海山川さん、まあ、コメントありがとうございます。アメリカンフットボールが非常に珍しい4点という形式になっています。この得点はいずれもディフェンスの奮闘によるセーフティーでした。サッシー様ランプレー、非常にいいランプレーが見え続いています。これによってタイムアウトが解けまして、三重の今からのファーストダウンの攻撃を見ましょう。ボールオンは相手陣44ヤード今度は右オフタックルのランプレー。ミエファイアバードランニングバック25番鈴木選手の中央プレー。青谷突破されかけましたが、これはトライスターズラインバッカー34番リハシ選手が見事なタックルで3ヤードに止めました。ミエキャリア25番は鈴木富山大学のプレイヤー止めました。トライスターズ34番は伊橋。さあ三重セカンドダウン7、再び中央へのランプレー。フルバックの27番着実に中央突破してゲインを重ねます。サンドスゲ亮太選手の中央プレー、ゲインは約6ヤードと非常に効果的なランプレーでした。ファイヤーバードサードダウン、新たな攻撃権。キャリア27番は3本つけ残り2ヤード。三重サードダウン残り2ヤード。さあランプレーによる突破を図る。託されましたキャリアは16番の下で。さあこの判定はどうなりましたでしょうか。しかしトライスターズ78番落合選手がタックル。これをわずか1ヤードのゲインでとどめまして、フォースダウンインチに変えます。ファーストダウンには至っていません。わずかにファーストダウンには至っていません。トライスターズ78番の落合の見事なタックルでした。フォースダウン、ファーストダウン過去どこまでは残り1ヤード。さあ状況は三重フォースダウンインチの状況になります。1ヤードありません。この選択を果たして三重はどうするか。ここでホイッスル、チームはタイムアウト。三重ファイアバー、三重ここで後半1回目のタイムアウトを使います。このフォースダウンインチの状況を果たしてどうするか、一旦作戦を練る判断にしました。三重ファイアバード後半1回目のタイムアウトを使います。さあここで三重は果たしてどのような判断をするでしょうか。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によってこの配信は実現しております。この企画にご賛同いただけた方々のお名前を今画面上に表記させていただいています。ご協力ご協賛ありがとうございます。精一杯そのご期待に応えられる配信にしたいと思います。さあタイムアウト解けまして、三重フォースダウンインチの状況に挑みます。どのような判断とするでしょうか。三重フォースダウンインチ、プレーを選択します。ギャンブル、前進できないと攻守交代という形になります。あえて攻めます。三重フォースダウンギャンブル、中央プレー。さあ中央のダイブプレー、パワーでいった。さあファーストダウンを取ったでしょうか。さあこの判定はどうなるか。三重ファイアバードファーストダウンを獲得しています。攻撃権更新、ファーストダウンギャンブル成功。三重ここでフルバック27番3本付けのダイブで突破しました。攻撃権更新しまして、三重ファーストダウン、敵陣33ヤード付近よりファーストダウン10。さあ三重ギャンブルを成功させまして攻撃権を1回目に戻します。ファーストダウン10の状況を相手陣33ヤードの時点で果たしてこれを生かすことができるか。
スは不成功。パスは不成功。ここでパスプレーを投じます。クォーターバック7番ワイドルシーは80番のパスがパスでしたが、しかしこのパスはありませんでした。パスを投じましたが不成功でセカンドダウンに変わります。惜しくも不成功。ボールはファーストダウンの位置へ戻り、ダウンは1つ進みセカンドダウンとなります。三重ファイアバードセカンドダウン。三重相手陣33ヤードからセカンドダウンテン。ここでボールをファンブル。さあ抑えたのはトライサーズ攻守交代ターンオーバー。三重ファイヤーバード潮吹きをつきましたが、78番ディフェンスライン。ここで三重はランプレーを選択し、何よりポップを測りましたが、この時にキャリア16番のボールをファンブ ブル。このファンブルしたボールを抑えたのはトライサーズでしたので、攻守交代となりました。トライサーズ攻撃権獲得です。攻撃権はオレンジのユニフォームトライサーズ。自陣36ヤード付近よりファーストダウンテン。自陣36ヤードからファーストダウンテン。ここでホイッスル。タイムアウト。トライサーズここで後半2回目のタイムアウトを使いました。攻撃権を言いまして反撃に移るところでしたが、おそらくプレイヤーのコミュニケーションが合わなかったか、ここで一旦間を取ります。一つには選手交代の人数調整がおかしかったのかもしれません。いずれにしても反則を回避する意味もあったと思います。この配信は X3 全13チームの合同による企画によって実現している配信になっております。この企画にご賛同いただいた方々を今画面上に表記しております。ご賛同ありがとうございます。現在もこの企画は続いております。ぜひ概要欄にありますコメント欄 URL でクリックしていただき、ご賛同いただける方はよろしくお願いいたします。さあ試合再開です。トライサーズファーストダウンテン。ここでさあどうだ、ボールを落としている。なんとかこのボールはトライサーズ自身が抑えました。しかし抑えた視点が大きく後ろのためにかなり後退した視点でのセカンダウンを迎える形になります。ここからホイッスル。11ヤードロス、後ろに下がってウォーターブレイク、ウォーターブレイク、ここでウォーターブレイクに入ります。ウォーターブレイク。ここで第3クォーターのウォーターブレイクです。両チームの選手は給水をしてください。双方ともに攻撃を前進させる手段はお互いにラン、パスとそれぞれ決め手を持っている形にはなっていますが、ディフェンス陣の踏ん張りがありまして非常に締まった拮抗した状況になっています。このディフェンス陣の奮闘に対してオフェンス陣のボールファンブルなどターンオーバーが続出しており、予断を許さない展開となっています。さあウォーターブレイク解けまして試合再開です。トライサーズセカンドダウン21の厳しい状況での試合再開になります。止まらない、バラ返す。ターンオーバー。インターセプト、攻守交代。画面の位置が建物がありまして、
途切れておりましたが、インターセプト、そしてゴール前、アウトゾーン手前で外に押し出されました。28番ライバーは夏目徹選手、インターセプト、ファイヤーバード28番夏目選手のインターセプトにより大きく陣地挽回となりましたよ。三重ファイヤーバードの攻撃に変わります。三重ターンオーバー、インターセプトを決めた28番夏目は愛知学院大学出身のバイスプレーヤー、バイスキャプテンを務めています。サッシー様、今の先ほどのインターセプトは非常に大きなプレーだったと思います。特にリターンが鮮やかで相手陣深く一気に立ち上がれるほどの見事なリターンでした。これを取れましたトレサーズのディフェンス対応も素晴らしかったと思いますが、しかし相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴール、しかしこれをトレサーズナイスプレー、しかしトライスターズ本日好調なラニーワーク、本日大活躍ディフェンスライン16番の下田に任せましたが、しかしこれをトライスターズ、こちらも絶好調78番の落合が見事なタックルでニアのロスとしました。いますニエファイヤーバード敵陣9ヤード付近よりセカンドダウン2ゴール、タッチダウンまで残り9ヤード、さあニエ相手陣9ヤードからセカンドダウン2ゴール、さあ今度はトスして投げを出す、キャリアは同じく16番の下手、しかしトライスターズ集まりよくゲインさせません、1ヤードロスとしてサードダウンに変えます。ファイヤーバード中央付近をつきましたが、トライスターズ22番滝本亮太選手がタックル、素晴らしいタックルを決めましたがトライスターズの22番滝本、神戸大学出身のルーキープレイヤー、チームタイムアウト、ここでタイムアウトです。ファイヤーバード後半2回目、三重ここで後半2回目のタイムアウトを使いました。三重ファイヤーバード後半2回目のタイムアウトを使い、まだ第3クォーターという状況ですが、双方ともにここで2回タイムアウトを使用しました。三重ファイヤーバードサードダウン、タッチダウンまでは残り10ヤード、ともにこの第3クォーターの攻防が試合に大きな影響を及ぼすと判断しました。あえてここで作戦の余裕として持っている3つのタイムアウトの2つを消費します。この配信は X3 ウエスト13チームの合同企画として実現しております。画面に映っております方々がこの企画にご協賛いただけました方々です。ご協賛ご協力ありがとうございます。そのご期待に応えられるよう、私道楽弥一も精一杯配信に全力を投入したいと思います。この企画は現在も継続しています。もしそのいいある方がありましたら、この動画配信の概要欄にあります申し込み URL の方をクリックしていただき、ぜひご参加の方をお願いしたいと思います。さあ試合再開です。サラン2ゴールを果たしてどうする、今度はクォーターバック立候が行こうとする、だがこれをトライサーズディフェンス止めた。ミエファイヤーバードオープンへ展開しましたが、トライスターズ56番ここで三重はクォーターバック9番三雲の足に負けました。しかしそれをトライスターズ56番が見事なパシュートでこれを仕留め、結果さらにロスとしました。見事なタックル決めたのは56番の岡島、失礼しました、関西大学出身、下げています。三重ファイヤーバードフォースダウン、タッチダウンまで残り12ヤード、さあ三重果たしてこのフォースダウン残り12ヤードのシチュエーション、フォースダウン2ゴールをどうするか、プレーとします、タッチダウンしないと攻守交代、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功、ここで三重はパスプレーによってその状況を打開しようとしました。ターゲットは80番でしたが、しかしディフェンスカバーされており、このパスは通りませんでした。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー、トライスターズあわや失点を招くかという大きなインターセプトを浴びましたが、しかしディフェンス陣踏ん張り、この攻撃を無得点で抑え、自らの攻撃権を奪還しました。
攻撃権はトライスターズ自陣12ヤードよりファーストダウン10。さあボールは自陣12ヤード地点でのトライスターズファーストダウン10。さあまずは中央のランプレーを展開します。託されましたキャリアは21番、ランニングバック21番、日田守選手の。しかしディフェンス陣まだ集まりよく、このゲインは1ヤードにとどめています。キャリア21番はトライスターズセカンドダウン。失礼しました、キャリア21番は木田、三田松雲館高校出身のプレーヤー。さあそしてトライスターズセカンドダウン9。ここでクォーターバック変わりまして、15番の選手がハンドオフオプションから自ら右オープンへのキープをしました。失礼しました、クォーターバック19番でした。右からボールを持ち右オープンへ展開。この今日つくような右オープンへのランプレーによって約ゲインは約2ヤードゲインを取っています。キャリアとなりましたクォーターバック19番は久保田、京都大学出身、44歳のルーキープレイヤーです。さあトライスターズサードアンド6、ボールオンは自陣18ヤード、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでクォーターバック19番、ワイドレシーバー11番のパスを投じましたがコントロールミスしまして、パス不成功に終わっています。フォースダウンに変わります。ダウンは進みまして、フォースダウン、トライスターズフォースダウン6、パントフォーメーションを敷きます。サムリトルパーシー様、三重50番の選手、現在ちょっと確認できておりません、また後ほど確認させていただきます。ここではホイッスル、ディレイオブゲーム、オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間を超えてしまいました。5ヤードバッタリとなります。ただいまの反則は攻撃側トライスターズにディレイオブゲームの反則、プレーを始めるまでに時間がかかりすぎたという反則です。5ヤードのペナルティ、5ヤード下がりまして、フォースダウンのやり直しです。トライスターズ、フォースダウン11の状況になりましてのパントフォーメーションです。さあ、三重はリターンします、81番。ここで攻守交代、入ったところで外に出ました。この位置からの三重の攻撃となります。ファイヤーバード、敵陣からの攻撃、敵陣46ヤード付近よりファーストダウン10。しげさんのコメントありがとうございます。手前の申告がありました。ちょっと待ってね、背番号の申告がありました。トライスターズ10番が66番に変わります。トライスターズ10番が66番に変わります。浅野が背番号66番に変更となります。さあ結果的に三重は相手陣に入ったところからの攻撃を得た格好になります。相手陣46ヤードからのファーストダウン10。さあここでまたダイブプレーでいきます。先ほどから確実に短い距離を取っています。このダイブプレー効果的に今回も1ヤードですが取りました。ファイヤーバード、ランニングバック27番3本杉選手中プレー、確実にペースメーカーとして3本杉仕事を果たしております。ゲインは1ヤード。3本杉は東北大学出身のプレーヤー。三重セカンドダウン9、ボールオン相手陣45ヤード。さあ今度はテールバック16番突破します。ナイスラン、ファーストラン、
三重ファイヤーバーのランニバック16番ハンドオフを受けて中央突破、ファーストヒットを受けながらのセカンドエフォートで大きくゲイン、ファースター。現在負傷者8戦によるレフリータイムアウトが取られています。先ほど見事なランプレーを決めましたファイヤーバード16番は下手、鳥取大学出身のプレイヤーです。指針になりますが、私の学生時代の対戦相手でありました鳥取大学、母校であります私の母校姫路独協大学のアメフト部は現在なくなっておりますが、鳥取大学は今でも活躍しておりまして、今季関西ディビジョン3に昇格し、その躍進を果たそうとしています。さあ、レフリータイムアウトを解けまして、ファイヤーバードの攻撃再開となります。ファーストダウンテン、相手陣31ヤードの地点からファーストダウンテン、失礼しました、ファーストダウン、セカンドダウン、失礼しました、ファーストダウンテンの状況です。さあ、ここで再びフルバック27番による中央のダイブプレー、中央プレー、ゲインは3ヤード、確実に短い距離を取っていきます。今回のゲインは3ヤードでした。第3クォーター終了、ここで第3クォーター終了となります。ここで第3クォーターの終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会祭 X リーグ2022第3クォーター終わりまして、トライスターズ7点、三重ファイヤーバード4点、トライスターズ対三重ファイヤーバードの状態で後半戦第4クォーターに、後半戦最終クォーターの第4クォーターに入ります。7対4でトライスターズがリードしています。